こいつも結構ワンパターンですから、パターン的にはね。これですからね、これうまくね。これゲームボーイ版もっと早いですからね。ゲームボーイ版とあの、ロックマン3の方はね。やばい、危ね。微妙にこれあれするなぁ、フェイントしてくるなぁ、微妙にフェイント攻撃してきよるね、こいつ。おっと、ほらフェイントみたいにしてくるんですよね。ちょっと読めないと大変ですよ、たまに。おお、ちょっとだけね、ロックマン7のね、ターボマンの攻撃に似てる気がするな、パターン的にね。うん、倒しました。よし、やばい。矢を拾いに行くんですよね、これ投げて、自分に投げた矢をね。あ、しまった。あ、しまった。あ、惜しい、惜しいな。まあでもあれ、なんとかなる相手ですよね、これぐらいだったら。うん、あ、くそ、結構不意打ちで打ってくるからね、あれね。びっくりするんですよね、ほら、不意打ちで打ってくるからね。それが強く感じるんですよね、うん、ほら、なんかいけれないんですよね、なぜかね。よければ、あかん、なんかやばいな、あかん、うわ、強いな、なかなか。なかなか強いぞ、こいつは。あ、しまった、体当たり、何普通に変わってたよ、体当たり。今うわ、くそ、なんか知らんけど避けられへんな、あれ。そうしたら距離があれば避けられるけどね。よし、倒した。こいつはね、これをどううまく避けるかですよね。これね、結構難しいんですよ。細かいんですよね、これ。隙間がね。なんかイエローデビルに近いな、これな、感覚、戦いの感覚が。あ、早がていだ。あぶね。よし、倒した。オッケー。少ない。
い体力の場合はちょっと弱いやつを相手してみるっていうね。あーこれやばい、ちょっと今の焼けづらいパターンや。4番目の時にあれですよね。あ、2番目の時に落ちてくる時あるんか。あれとまあまあ強いぞこいつ。弱くはないな。あーやられてるやん。おい、まあ倒せんことはないけどな。当てれなかったぞ。あーしまった、なかなかやるなこいつも。あーまた武器倒せんでえっつねー。おい、あーまたちょっともうなんやねー、いちいち武器装備すんなよ。機能な、不便なんよ、かえって。余計なんよな。便利は不便っつってな。分かってんのか、俺。不便やと思われてる機能って不便なんじゃ。かんな。全然強い。少ない体力の時にいつもシープも入ってますけどね。一応2番目に弱いやつなんで。このゲームのボスで。一発しか当たらんかったな。あかん、ここ近すぎて当たんねんな、あれな。結構今またいだな。ここでいいや。あかん、くそ、あれなんか極端に動きが激しいときは受けにくいよな、あれな。ここでいいか。これ受けにくいんですよね、今のね。なかなかやるな、こいつも。決して弱くはないわ。うわ、これちょっとやばい。これはやばい。これ避けにくいなぁ。あ、しまった。あかん。これはね、避けられへんのさ、今のはね。避けづらいパターンや。あかん。これもきつい、これもきつい。あーしまった、こっちもなかなか勝てんな。近いからね、倒したいな。なかなか倒したいな、この外部。危ねえ。あ、これはいける。あー、ちゃちゃちゃ、装備すんなよ、余計な。よし、与えられた時は少ないな、ダメージを。チャンスが。あかん、あかん。この辺がいい。あーしまった。あーくそ、何当ててんねん武器を。
あー、しまった。あ、これ避けにくいやつだ、一番。あー、きつい。近い。あー、惜しいな。強いな、こいつも。まあ、まだ倒しやすい方かなと思います、こいつはね。こいつ、まあ、弱い方ですから、どっちかっていうと。このゲームのね、8大ボスでは2番目に弱いボスなんで、それでもね、結構手こずってましたけどね、それは。さあ、今日は倒せると思うんですよね、こいつは。こういうパターンで、この1パターンの、あれですからね。おっと、ちょっとあれは食らうときあるんですよね。あ、これで受けるのちょっと難しいんですよね、今の高いときは。やばい。あ、食らった。よし。まあ、なんとかね、いけそうな気はしますね。あ、しまった。おっと。危なっかしい感じはあるけどな。あー、しまった。すごい、なんか互角になってるな、ヒットポイントが。あー、しまった。うわ、互角やん、完全にこれ。よし、倒した。危なかった。でもえらい手こずったな。時間止めるんですよ、これ。あ、これパターン分かったかもしれん。真ん中にいればね、分裂してる弾に当たらないんですよね。で、これテレポートの時だけはね、しょうがないですけど。はい、倒しました。これが出てくるんですよ。おお、めっちゃ減るな、あれだったら。あー、やれた。強えな。さあ、もう一回。
タート。ここですね。はい。クラウドマンね。クラウドマン。やばい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 。よしよし。あかん。あかん。あかん。そう、早い。やばいやばいやばい、落とされる。あぶない。あかん。あかん。やばいやばい、どうしたどうした、うん、こいつも結構強いからな、パターンあるんですけどね、なんか強いんですよね、うん、あ、しまった、うわ、危ない、あ、もうパターン分かってきたぞ、よし、倒した、はい、強いな、こいつは。読めないもんね、これ、どこに飛ぶか。これ強いよ。うん。まあ、何回でもね、挑戦しますからね。倒した。オッケー。あ、ちなみにね、さっき倒したね、チャージマンをね、倒したとみなしますんでね。当たってない。うわ、これは強いな。うわ、これは。ちょっと待ってよ。うわ、惜しいな。強いね、やっぱりこいつも。うん、はい、行きましょう、
ってない。よし、倒した。こことここですよね、あとね。はい。これは、あ、こいつスプラッシュウーマンですね。唯一こう言ってんのね。おお、早っ。あー、なるほどね、こういうパターンなんや。で、打ってくるよね、下から。あー、なるほどね。おー、まあまあですね。こいつはまあそんな時間かからなそうです。最後ですね。こいつを倒したら全員達成になりますね。8体ボスね、ロックバスターで。あ、でも強いな、まあまあ。まあまあ強いな。あ、でも端っこも当たるか、一応。一応当たるのは当たるよね。あー、なるほどね。まあまあ強いというか強いな。はい。あが、食らうな。ああ、そうか。まあ、人魚姫やもんな。あ、やばい。あ、壊せんのか、あの魚。そうなんや。あの魚壊せんの？それ分かってたら全然違うな。あー、惜しい。惜しいな、もうちょっとやな。はい、行きましょう。こいつでもあれですね、ダメージ大きいですね。女性、一応女性のロボットなんでね、一発ロックバスター与えると2減らせるっていうね。あかん、やばい。あー、でもやられた。まあ強いは強いなあ、しまった。あ、しまった。あかん。あかん。強いな、なかなか。あかん。あ、惜しい！惜しいなぁ。もうちょっとやなぁ。強いな、こいつもやっぱり。いやぁ、ほんとに。強いな、なかなかこいつも。あー、くそ。ダメージ与えてない状態で食らうと悔しいな、なんかなぁ。あー、しまった。またや。よし、倒した。あー、すぐ倒せるかどうか。あー、そういうことか、そういうことか。これ、避けるの難しいな。お、倒せた。一回で倒せた。パラオマン。こいつが一番強いんですよ。お、うわ、強いわ。
かんな、強いな。赤、くそ。赤、きつげ。今ちょっとワンパターンになったと思ったけど、あ、もうちょっとやな、惜しいな。はい、ゲームオーバー。もう一回チャレンジね。何回でもできますからね。あ、惜しかったな。もうちょっとやったな、今のな。もうちょっといけそうやったな。あたり当たらん方がいいですね。なるべくね。よし、倒した。オッケー。これでは負けるかな。体当たりさえ当たれなければね、いいんですよね。あの、当たるならブーメランに当たるんですよね。うん、そうすればうまくね、なっていけば倒せますからね。まあ、今回は無理やな。このストーンでは無理。でも、だいぶ一番いいとこまで行ったね。多分ね、これはね、満タンだったらなんとかなると思うんですよね。うん、当たるならブーメランに当たるようにするんですよね。やばい。あー、やられた。惜しいな。今タイタラに当たってたな。これはね、でも 何回かやってれば倒せますよね。こいつはね、まだ。今体当たりこうやってもらうな。早いな、こいつはほんまクイックなんつうだけのことがあって、素早さはすごいね、さすがですな。あ、くそ、惜しいな。やっぱでも強いわ、さすがクイックマンですわ。もう強いボスの代名詞って言ってもいいぐらいですよね、こいつはね。それぐらい有名ですよ。かっこいいしね。なんかヒーローっぽいよね、なんかね。一応まあこのゲームの、あの、八大ボスのリーダーですからね。よし、倒した。危なかったな。よし、これでまあ。
あ、やばいやばい。あかん。あ、しまった。しまった。くそ。よし倒した。じゃあマグママ行ってみるか。こいつも強そうやな。ああしまった。ああそうか。戦いづらいねんな、このステージがね。あー強いわ、半分減らしたけど強いな。てる時に当てる、うん、でもそれが難しいねんな。なかなかそのチャンスがないな。あ、ああでも降りてくる時あんねんな。惜しい。おー勝った。あ、マーメイドというか、まあね、スプラッシュウーマン最後にしてコンクリートマン行きたいと思います。こいつもね、結構強いんで。あ、そうか、しまった。あ、しまった。強いなぁ。こいつはまあワンパターンではあるけどね。あ、しまった。これ食らったらあかんね、最初にな。なるべく近寄らんことですね。そんな感じやな、攻略法は。近寄らないことですね。あー、しまった。何体当てる食らってんねん、おい。あー、しまった。何食らってんねん、おい。まともね、おい。
やばい、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 あー、くそ、やばい。あー、惜しいな。まあ、なんとかいけそうですね。こいつはね、パターンが決まってる。あ、やばい、あー、しまった。何食らっとんね。あかん、くそ。危ない、あ、くそ、これ近すぎると当たるな、絶対これ。あかん、全然ダメやん。さあ、さっき全然ダメやったな。やばい、やばい、おー、危ね、危ない、と。あー、しまった、何食らっとんね。あかん、やばい。これ近すぎると当たるんですよね、絶対これ。危ね、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 やばいやばい、やっぱな、食らうな絶対これ、近すぎるとね。あ、やばい、くそ。あー、もういきなり食らってるし、もあれ食らっとめっちゃ減るからな。うん、離れた方がいいな。あ、やばい、危ね、危ね。あー、もう食らってるっしょ、あかん、これやばい。あー、やばい、やっぱりな。あー、強いわ。いや、思ったより強いぞこいつ。パターン分かってても勝てないってどういうことやね。あ、やばい、やばい、やっぱ、やっぱな、来るよな。近すぎるとね、あれ絶対当たるんですよ。あ、あかん。で、またこれ振動当たるとね、振動時間というかね、体止められるんですよ。だから余計厄介なんですよね。振動で止められてしまうんですよね、体の動きをね。あぶね。あー、しまった、くそ。よし、倒した。当たれへんねん、あん時。ああ、ここに飛んでくるのか、こっちもやっぱり。ソーラーマンね、ちょっとストライクマンはね、お預けします。とりあえずね、強すぎるんでね。あ、しまった。
あ、しまった。こいつなんかあれやな、ここにおったらなかなかこっちまで来ない時あるから、うまくやれば倒せるね、これでね。あ、こっち来た。こっち来た時はしょうがないけど、あ、やばい。あ、こっち来た。あ、これあれやな、うまくやればいけるね、こいつは。こいつは頭を向けてるときって無敵状態ってことか。頭はこっちに向けてるときはね、無敵ってことやな、ね。危ね。ただ当てるチャンス少ないな、思ったよりな。ダメージ与えるチャンスがちょっと少ない。あ、こっち来た。あ、しまった。あ、こっち来た。あ、しまった。クソ、あれ食らったらあかんねんな。あ、待って、こっち、あ、強いは強いな。あ、来た来た。そう、結構来るな。あ、ちゃちゃちゃ、危ね。あ、しまった。取ってもらった。あ、しまった。そう、結構しぶといのな、これとな。あ、来た来た。くそ、落ちてやがった。あ、来た。あ、惜しい。いつもこんな体力やな、おい。早速来やがったこいつ。あ、また、あ、また来やがった。あかん。あ、来た。うわ、今回よう来るな、こっち。あ、来た。あ、来た。うわ、全然やん今回。いやー、ロック満点思ったより難しいな。あー、来た。こっち行きやがったこいつ。あー、来た。結構来るなー。あ、来た来た。あ、ダメージ当たるチャンス少なすぎるわこれ。全然当たらんもん。その間にやられればほんま。あ、
叩きやがったこいつ。あかんな、こんな戦い方じゃあかんのかな。8割方でもな、右側の方が多いもんな。全然当たらんわ。あ、来た。くそ。あ、また来た。くそ。これ運もあるな。あ、来た。来なかったこいつ。あ、また来た。あ、また。あかん。あかん。こいつも強いわ。やっぱ強いわ。全然当たらんな。命中率悪いな。あ、こっち来た。あ、来た。あ、くそ、あれ避けられへんな、あの時な。あかん、来る。まだ半分ぐらいしか減らしてないもんな。あかんな。あ、来た。もう来やがったこいつ。あかん、また来やがった。あかん。あんな、当たる率は低すぎんねんな。あー、しまった。当たらへんもん、ほら。全然当たらんやん。こんなんじゃそら。倒せんわ。めちゃめちゃ悪すぎるやん、ほら。あかん、これは、あ、くそ。また装備してるぜ、変な武器を。あかん。あれ、これ6発。よし、1発。よし、倒した。